私の大好きなお餅もっぱんです。もうね、私ね、お餅がとりあえず大好きなんですね。とぎ餅に餅ってついてるぐらいで、今日はね、ちょっとお餅用のね、ソースいろいろと買ってきたんで、これでね、美味しいお餅を食べたいと思います。もう今日は完全にね、韓国のものじゃないんですけど、もう私結構今までもそうでしたが、日本の食べ物もそこそこ挟んでいきます。まあ、もっぱんとか食べ物紹介がメインなんでね、美味しいもの紹介ってところではまあ共通ですね。でね、今回用意したのがこちらですね。餅ができた。はい。で、今回用意したのがこちらなんですね。お餅亭っていうところのお餅用のこのソースなんですけど、4種類用意しました。まず1つ目、黒蜜きなこ餅ソース。で、これが黒ごまだれソースです。そしてこれはごま味噌だれのソース。で、最後が抹茶あんです。美味しそう。全部美味しそう。はい。もうこんな感じで美味しそうなんて、お餅用のソースがいっぱいです。この4種類をね、私は今日、オーガニックの玄米よもぎ餅で食べたいと思います。なんかよもぎ餅探してたら玄米餅のよもぎがあったので、ちょっと健康にも良さそうだし美味しそうだなと思ってこれにしました。あ、なんかね、よもぎの香り豊かな玄米由来のほのかな甘みと、石川県産の有機もち米 100% 使用のよもぎのお餅だそうです。でね、今回このソースはこう袋の中にね、こんな袋がまた入ってるんですけど、これがね、1袋で切り餅1個分のソースだそうです。なんでね、これ今日は1袋ずつ、お餅1個ずつをね、4種類で食べようと思います。はい。で、これがまず黒ごまだれ、こんな感じで出しました。で、この茶色いのがごま味噌だれで、こっちの小豆がちょっと入ったやつが抹茶あんですね。で、最後ちょっと黄色がかって黒いつぶつぶ入ってるのが黒蜜きなこ餅のやつです。もう作り方はすごい簡単。ここにね、大さじ1杯分のお湯を入れるだけです。うわ、めっちゃ美味しそう。なんかすごい濃そうです。で、こっちが、ごま味噌だれか。うわー、抹茶のいい香り。すごい、上品な匂いがします。最後が黒蜜きなこ餅。おー、きなこ。きなこ餅の匂いがする。はい、もう器がバラバラで申し訳ないです。なんかちょっとね、器似たようなやつ買わなきゃ。はい、これが黒ごまだれ味噌。で、こっちがごま味噌だれですね。で、はい、抹茶あんのソース。で、最後が黒蜜きなこ餅のソースです。お餅こんな感じで焼き上がりました。よもぎ餅です。しかも玄米のよもぎ餅になってます。こんな感じで。うわ、熱々、熱々で焼き上がりました。で、今日飲み物は、うどん団子ピーナッツのね、このお茶だそうです。うわ、すごっ。めっちゃピーナッツの匂いする。なんかさっきどれだったかな、あのごま味噌だれがなんか匂った時の香りと同じこれかな。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。うわ、いい感じ。お餅が結構もちっとぎっしりしてます。黒蜜きなこいきたい。あ、美味しそう。黒蜜きなこ、やばい、めっちゃ美味しい。これ黒蜜きなこも美味しい。美味しいよ、美味しい、もちろん。てかそれより餅が美味しい。なんかすごいもちっとしてるけど、中がね、とろっとした餅。いい感じにね、よもぎ香ってる。しかもこの黒蜜きなこ餅、ちょっと小豆とかも入って、なんかね、いい感じの甘じょっぱさ。きなこ、美味しい。美味しい、美味しい。うん。やばい。幸先いいです。すごい美味しい。ああ、美味しいわ。どうしよう。次。黒ごま行こうか。なんか黒ごまが食べてみたい、これ。黒ごまどうかな。よいしょ。しっかりしてる。いや、やっぱあんだからだ。さっきの蜜と違って、しっかりしてます。うわ、黒ごま香りいいな、これ。すりごまですね。美味しい。こ
これね、餅がすごい美味しいのもあるし、この買ってきたソースもすごい。しかもね、切り餅1個分でソース1袋って書いてあるけど、結構私ドバッとしっかりつけたけど、まだちょこっとね、ちょこっとというか結構残ってる感じなんで、2個分でもいけそうですね。次、ごま味噌だれ。あ、こっちもあんだからしっかりして、さっきのと似た感じですね。なんかしっかり感が。これもすごい美味しい。なんかこれちょっとおでんを思い出すようなご飯系になりますね。美味しい。うん、おいしい。これわ、きな粉おいしいわ。やば、もうラスト。前お餅もっぱんやった時は5つだったのかな、なんか少ない気がしますが、これ何個でもいける。餅って結構お腹にたまるけど、この餅すごい食べやすい。なんかね、一瞬パリッと食べれるんですけど、中がねもっちもちというか、もちもちよりもとろもちって感じ。ちょっとこれ抹茶あずき、抹茶あんつけて食べます。よいしょ、しっかりつけて。これは美味しいわ。最後一気にデザート感、なんか抹茶ぜんざい食べてるみたい。しかも小豆入ってるし。うん、美味しい。いや、これは美味しかった。餅、なんか結構前にお餅もっぱんやった時に、なんか視聴者さんからメッセージで、私お餅もっぱんすごい好きですっていう方意外とね多かったんですよ。いや、まあ私もお餅好きだし、やっぱ餅ファン多いんだなっていうことをね、ちょっと改めて知ったんで、今回またね美味しそうなソースもせっかく見つけたんで食べてみました。もう今回のやつすごい美味しかったし、これ餅が美味しいな。あ、普通に玄米餅のプレーンも売ってるし、よもぎも売ってるみたいですね。石川県にある金沢大地っていうお店ですね。そこの玄米餅、しかもオーガニックよもぎのやつ、プレーンの方もオーガニックのやつだそうですね。なんかね、こんな感じで真空パックで入ってくるんでね、結構日持ちもいいし、すごく美味しかったです、お餅でね。今回買ったこのお餅亭っていうところの、このお餅用のタレ、これもすごいなんかいいですね。なんかソースが一袋一袋切り餅1個分になってるっていうのも、ちょこっと食べるのでいいかなと思うし、切り餅以外にも白玉団子やパン、アイスにもよく合うそうですね。あ、なんかこれ種類によってね、いろんなアレンジ方法も書かれてますね。これとかだったら五平餅風にもアレンジできますとか書いてる。まあよかったね、気になる方はぜひ買ってみてください。私多分これ日本のドラッグストアとかで普通に買いました。ということで、今日は私の大好きなお餅もっぱんでした。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。